ピアース・ウィリアム・ジョンソンは、アメリカ合衆国コロラド州デンバー出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。愛称は、PJ。2009年の MLB ドラフト15巡目で、タンパベイレーズから指名されるが、契約せずに、ミズーリ州立大学へ進学した。2012年の MLB ドラフト1巡目追放で、シカゴ・カブスから指名され、 6月19日に契約。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグカブスで2試合に、登板後、A-9 ボイシホークスへ昇格。4試合に登板して、防御率4.50だった。2013年は、A 級ケーンカウンティクーガーズで10試合に登板後、6月に A 級レートナカブスへ、昇格。10試合に登板し、6勝1敗、防御率2.22。 2014年は AQ ケーンカウンティと AQ テネシースモーキーズでプレー AQ では18試合に登板し5勝4敗防御率2.55を記録した2015年は AQ テネシーで16試合に登板し6勝2敗防御率2.08で11月20日にカブスとメジャー契約を結んだ2016年は トリプル A 級アイオワカブスで22試合に登板し、4勝6敗、防御率6.14だった。2017年はトリプル A 級アイオワで開幕を迎え、5月17日にメジャーへ昇格、5月19日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。1点ビハインドの6回表から登板し、1回を投げにアンダに失点1死球に脱三振だった。5月20日に トリプル A 級アイオアへ降格。トリプル A 級アイオアでは43試合の登板で3勝2敗、防御率4.31だった。9月13日に DF となった。2017年9月20日にウェーバー工事を経てサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。2018年3月29日にメジャーへ昇格し、開幕ロースター入りした。五月下旬から救援失敗が続き、 6月5日に、参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ降格。6月15日にメジャーへ再昇格し、同日のロサンゼルスドジャース戦では2回を1安打無失点も、6月16日にブランドンベルトが、故障者リストから復帰したため、再びトリプル A 級サクラメントへ降格した。6月19日に再昇格し、7月4日にトリプル A 級サクラメントへ降格。 8月4日に最昇格し、8月10日のピッツバーグパイレーツ戦で0.1回で2安打に失点1死球、8月14日にトリプル A 級サクラメントへ降格、9月3日にメジャーに最昇格した。このシーズンはメジャー37試合の登板で3勝2敗、防御率5.56を記録。シーズン終了後に FA となった。 2018年12月8日に NPB の阪神タイガースへの入団が発表された。セットアッパーとしての起用を見込んだ単年契約で背番号は52。2019年はオープン戦で登板した7試合を全て無失点に抑えると3月29日に東京ヤクルトスワローズとの開幕戦に休援で公式戦初登板。 この試合から5月8日の同カードまで16、当番試合連続で無失点に抑えたことから、球団の外国人投手による開幕からの1、軍公式戦連続試合、無失点記録を更新した。さらに、5月21日のタイヤクルト戦から7月6日の対広島東洋カップ戦まで、セリーグ歴代3位タイ記録の12、当番試合連続ホールドを記録。6月に、 コンディション不良で1ヶ月近く出場選手登録を抹消されたものの同月30日の対中日ドラゴンズ戦で復帰後初登板を果たしたところ20個目のホールドを記録した。阪神の外国人投手が来日1年目に公式戦でシーズン20ホールドを達成した事例はジョンソンが初めてである。このような前半戦の活躍を背景に オールスターゲームでセリーグ中継部門のファン投票1位で選出。阪神の本拠地である甲子園球場での第2戦の8回表に迎えた初登板で1イニングを無失点に抑えた。後半戦も安定した投球でチームのクライマックスシリーズ進出に大きく貢献。レギュラーシーズン全体では58試合の登板で2勝3敗ながらリーグ2位の40ホールド。 防御率1.38という高成績を残した。しかし、アメリカで生活する妻が第一子の出産を控えていたことから、横浜 DNA ベイスターズとの CS ファーストステージ期間中に一時帰国。妻の長男出産に立ち会った上で、読売ジャイアンツとのファイナルステージ期間中に、再び来日したものの、コンディションが整わずに、ベンチ入りを果たせないままチームは、 日本シリーズへの進出を逃した。日本シリーズの終了後は、翌2020年も NPB でプレーを続けられるので、あれば、阪神への残留を優先したいとの意思を示していたが、代理人を通じた球団との残留交渉が難航。NPB に対する翌2020年の契約保留者名簿の提出期限までに合意へ、至らなかったため、球団では保留者名簿からジョンソンを除外する措置を、 講じたその結果、12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ講じ後も残留交渉が進展しなかったため、球団では外国人投手の補強と並行しながら、同月18日に交渉を打ち切ることを表明した。2019年12月23日にサンディエゴパドレスと2年総額500万ドルで契約したことが発表された。 背番号は36でオプションとして2022年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際には100万ドル支払われる。年俸は2シーズンともに200万ドルで、バイアウトを含め500万ドルとなる。188センチメートルの長身から投げ下ろす、最速時速156キロメートルのストレートと独特の軌道を描くパワーカーブなど、 三種類のカーブを投げ分けられることが強み。カーブ以外にも、シュート、スライダー、シンカー、カットボールなどの変化球を操る。三振を奪う能力が高く、アメリカのマイナーリーグ時代には、2016年から3年連続で、脱三振率が10.00を上回ったほか、通算脱三振率9.40を記録している。特に、 中継ぎの一角に定着した2017年には43試合に登板。通算の投球イニングは54回1、3で74奪三振、奪三振率12.26を記録した。MLB の公式戦にはオール球円で38試合に登板したが、マイナーリーグでは2016年まで先発登板も経験していた。阪神時代の公式戦では、 セットアッパーとして、主に8回の1イニングを任される一方で、試合展開に応じて、複数イニングを投げることもあった。阪神へ選手として在籍した経験を持つ人物と、阪神への入団前から縁が深い。トリプル a アイオア時代のチームメイトに、マット・マートンがいたことや、ライアン・ボーグルソンと親交があることから、阪神への移籍に際しては、両者から、 日本球界についてのアドバイスを受けていた。また、阪神でチームメイトだった福留康介はカブスの先輩的存在にあたることもあり、カブス時代からレジェンドとして慕っている。ありがとうございます。